阿部寛、若い頃の画像がイケメン。昔はあの大物女優との熱愛も。彫りの深い日本人離れした顔立ちが特徴の俳優阿部寛さん。ドラマ、トリック、ドラゴン桜、映画、テルマエ・ロマエと数々の話題作に出演。イケメンな顔立ちで2枚目から3枚目まで幅広く演じきり、今ではドラマや映画では欠かせない俳優の一人です。2022年にはドラマ、DCU、ディープクライムユニット、手錠を持ったダイバーで主人公を演じ話題を集め、最も旬な俳優では2位にランクインするなど、現在さらに注目を集めています。そこで今回は、大人気俳優阿部寛さんの若い頃や昔の熱愛などに迫りたいと思います。昔の伝説エピソード。現在は俳優として活躍されている阿部寛さんですが、俳優になられる前は189センチの長身を生かし、カリスマイケメンモデルとして活躍されていたことをご存知でしょうか。外人のようなルックスにかなりの女性を虜にしてきたに違いありません。カリスマモデルから俳優へと転身し、今では役者として成功している阿部寛さん。ここではそんな阿部寛さんの昔の伝説エピソードをご紹介します。一体どんな驚きエピソードが出てくるのか、早速見てみましょう。連続表紙でギネスブックに認定。大学在学中にお姉さんの勧めで応募した集英社第3回ノンノボーイフレンド大賞に優勝したことがきっかけでモデルとして活動を始めます。優勝してからは雑誌メンズノンノの専属モデルとして活躍し大ブレイク。増刊号から表紙を飾った阿部寛さんはそのまま43号まで連続で表紙に。そのことから世界で最も同じ雑誌の表紙を連続して飾った人物としてギネスブックに登録されています。およそ3年以上も連続で雑誌の表紙に抜擢され続けるなんてすごいの一言しかありませんね。ちなみに阿部寛さんはモデルになりたく応募したわけではなく、当時応募した優勝商品の車が目当てだったと明かしています。免許はあるもののなかなか車が購入できなかったため応募したとか。それでも受かってしまう阿部寛さん、さすがです。そんなモデルとして人気絶頂期だった頃、知人から不動産は儲かるとマンション投資を紹介され、借金をしてまで不動産投資にのめり込んだ過去があります。ですが投資してすぐにバブルが弾け、20代という若さで数億円の借金を背負ってしまった阿部寛さん。運悪くその後モデルとしても低迷。20年後の2007年に映画バブルへゴータイムマシンはドラム式の記者会見で借金の返済が終わったことを報告しています。約20年かけて数億円あった借金を返済しきった阿部寛さん。返済するまで全ての仕事を断らず地方のイベントを巡っていたそうです。目の前の仕事には次につながるプロモーションだと思いながら低迷期から復活へと遂げられました。1年に5センチ、189センチの長身を生かしカリスマモデルとして活躍していた阿部寛さん。小学生の頃は俳優の草刈正雄さんに憧れ、185センチ以上になりますようにと祈っていたとか。高身長に憧れた阿部寛さん、高校生の時には水を飲まず牛乳を毎日飲み続けた結果、1年に5センチのペースで身長が伸び続けたそう。さすがに阿部寛さん自身も勉強机を超えるほど足が伸びた時には止まってくれと思ったそうです。あの大物女優と熱愛。阿部寛さんは2008年2月に一般人女性と入籍し、現在は2人の子供のお父さん。それまでなかなか浮いた話がなかった阿部寛さんでしたが、若い頃に熱愛を噂された大物女優と再ブレイク後に噂された女優が2人いました。早速誰なのか見てみましょう。沢口靖子。一人目の大物女優は沢口靖子さんです。1988年8月27日に放送された24時間テレビの中で制作された20歳もっと生きたいで共演し、恋人役を演じた2人。当時を振り返り、阿部寛さんのエッセイ阿部ちゃんの悲劇には、現場に行くのが楽しかった、付き合ってみたいなと仲のいいヘアメイクの人たちに話したと沢口靖子さんに好意を抱いていたことを明かしています。当時の熱愛スクープに沢口靖子さんは、フランクなお友達とコメントを残していましたが、2人で花火を見に行ったことは認めていることから、2
二人は付き合ってはいないものの、お互い好意を抱いていた可能性は高いですね。お付き合いに発展する前に、大切な女優をナンパしようとしたプレイボーイとレッテルを貼られてしまった阿部寛さんは、その後、俳優としての仕事も減少してしまったようです。仲間由紀恵。二人目の女優は、2000年に共演したドラマ、トリックで共演した仲間由紀恵さんです。ドラマは続編や映画化もされており、阿部寛さんにとっては再ブレイクのきっかけとなったドラマになります。そんなドラマで共演していた二人が、2015年1月の週刊文春に交際していたことをスクープされていました。当時の共演者、スタッフも気づかないほど交際を隠し通していたことから、時間が経ってからの熱愛報道になってしまったのだとか。2004年の紅白歌合戦では、交際していたことを知らなかった NHK 側のミスで隣同士に座らせてしまったことが話題に。別れてから時間も経っており、お互い結婚していたことから、そのまま2人を並べて番組は続行されました。ただ確実な証拠があるわけでもない交際報道なので、実際2人が本当にお付き合いされていたかは定かではありません。また沢口靖子さんとのこともあるので、女優さんと交際されるときは最新の注意を払っていた可能性も考えられますね。若い頃のイケメン画像集。若い頃はカリスマモデルとして活躍され、女性から人気を集めていた阿部寛さん。現在はイケオジとして知られ、今でも若い女性から高い人気を誇っています。そんなイケオジの阿部寛さんの若い頃がとっても気になりますよね。そこで阿部寛さんの若い頃の画像を集めてみました。今でもかなりイケメンな阿部寛さん。昔はどれだけ男前だったのか、早速見てみましょう。こちらはノンのボーイフレンド大賞で優勝された時の阿部寛さんです。昔から日本人離れした顔立ちをしていますね。ちなみに阿部寛さんは生粋の日本人で、ハーフではありません。こちらは初めて雑誌の表紙を飾った阿部寛さん。優勝した時の画像と比べるとかなり垢抜けていますね。モデルとしてデビューし、絶大な支持を得ていた阿部寛さん。周りからは王子様扱いされ、月に届くファンレターの数は4000通。カリスマモデルと呼ばれるだけあります。1987年の映画、ハイカラさんがトールで俳優デビュー。大ファンだった南野陽子さんと共演し、ちゃっかりサインもいただいたのだとか。とってもイケメンで、好青年。俳優デビューした1987年には、人気番組、笑っていいともに出演していました。今はダンディーな阿部寛さんですが、昔は爽やかな好青年ですね。まとめ。ドラマ、DCU、ディープクライムユニット、手錠を持ったダイバーに主人公として出演し、話題を集めている俳優、阿部寛さん。その甘いマスクに魅了される女性も多く、現在は、最も旬な俳優として人気を集めています。そんな阿部寛さんは昔、カリスマモデルとして活躍していたことが分かりました。昔は不動産投資で失敗し、多額の借金をしていたことも。結婚するまでなかなか浮いた話がなかった阿部寛さんが、唯一噂になった女優さんも2人いたことが分かりました。年を取るごとに魅力が増していく阿部寛さん。今後の活躍からも目が離せませんね。